岩佐氏は、日本の士族。本性は、関英書家系図伝では、藤原氏であるが、関西重修書家府においては、藤原氏の項目で編集されているが、関西年中の系図には、生は原始であるとする。家門若狭、五十七の霧、丸の内に印火寺用。母大寺は、大久保の宝禅寺。江戸幕府旗本。元来の名字は、 名古屋であったが、旗本になった代で、岩佐氏に改正している。かつての主君である後家今川氏家中にも、名古屋氏がおり、これと通婚関係があった。また、一族に、越後長岡藩に主管した名古屋氏がいる。官営所家系図言及び、官政重州所家府で初代扱いになっている、名古屋と清氏は、駿河国出身で、はじめ今川氏真に仕え、後に、 武田信玄及び武田勝頼に仕えた。後に出家して勝ち押と称する。時代の吉助の代で、年代不詳ながら、岩佐氏に改正。吉助は初め武田勝頼に仕えるが、武田氏は滅亡したので、徳川家に属し、慶長3年に徳川家康に仕えて200国の旗本となる。その次の吉勝の代で、加増されて、官営10年に、 北地国篠田軍のうちにおいて合計500国を治療したが、次の竹清氏が7歳で家督相続すると200国没収されて300国となった。竹清氏は摂津国多大院造営の武行を官文8年と官文10年の2度務めたが、2度目にゆえあって平門となり、後に許されて二条城主営となる。子孫は大番や新番を務めたが、一方で、 共放九年に、地方事業の篠田軍三百国から、倉前事業三百票に切り替えられる。完成三年に、当主の不行席により、小不審に、降格の上、出資停止となり、完成十一年に許される。天保七年将軍、家吉の時代、金義が父、岩佐節つ,つもりおまかない頭の折山吹の間書出。安政五年節神は、 天章院御用人となり、文久元年には、和宮御用人となる。文久二年を持ちの頭辞席、千二百票高に、お足高。七月後約五年、金品並寄り合い。文久四年隠居。慶応元年十二月死去、吉行が、家督相続。不意を着用することを許される。ありがとうございます。